皆さんこんにちは、やすさんでございます。はい、今回はですね、新しいカメラオズモポケット3をですね使用して初めて撮影した動画になります。本来ですとこちらでですねマイク音声も入っているはずだったんですが、何かしらの設定ミスがあったのかもしれないんですが、音がですね全く入ってなくてですね、はい、急遽ねこのような形での動画配信となりました。こちらですね、撮影している様子ですね。もうカメラはね、もう本当にもう噂通りの、もう見ての通りです。手ぶれの影響をね、もう全く受けないジンバルカメラということで、とてもね、この素晴らしい撮影のね、出来でね、正直驚いております。はい、こちらの様子でございますが、淡路島へね観光旅行へ行った際の動画となります。こちらですね、イングランドの丘というところの、テーマパークになるのかな、公園というのか、そちらのですねレストランで食事をいただいている際の動画となります。淡路島はですね、淡路島バーガーが有名ということで、本当はね、私もね淡路島バーガーを食べる気満々で行ったんですが、なんとですね、淡路島といえば名物の玉ねぎがあるんですが、こちらの画面にもね現れてると思うんですが、こう大好きなねカレーの上に玉ねぎがねドンと乗っている、カレーがありましたね。そちらを私がね注文させていただきました。はい、今ね食べてますね、美味しそうにね。こちらのハンバーガーも本当に絶品で、もうめちゃくちゃ美味しかったです。テーマパークのね、レストランということで、正直ねそれほど期待はしてなかったんですが、とっても美味しいハンバーガーでございました。ごちそうさまでしたということで、こちらの様子だけね、マイクにね音入ってたんですが、もうあえてねもうカットしております。はい、じゃあ今からねこちらを後にしまして、今回ね泊まるヴィラホテルの方へね向かうことになります。はい、今到着しました。こちらがですね今回お世話になりましたヴィラルワールでございます。もう見ての通りですね、まだね完成して1年も経ってないのかな。はい、まだねそういう感じの新しいヴィラでございます。で、着いた時にですねすっごい雨が降ってきたんでね、ちょっと今荷物入れにこう苦労している様子でございます。はい、中の様子もですねこのオズモポケットで撮影させていただきました。映像はですね本当にねこちらで見ていただいたら分かると思うんですが、手ぶれ全然ない、本当に。ただそのなんだろう、ジンバルがですねこう上下にね、補正して動いてくれるんですが、その感覚がねちょっとつかめてないとね、なかなか撮影難しいなと思いましたね。こう自分がねこう下に向けてるつもりでもね、こうジンバルがこう勝手にね、上下ねこう動いてくるので、それをね、止めたらいいんだと思うんですけどね、ちょっと今回はね初めてということでねこういう感じで撮影してるんですけども、今化粧品撮ってるんですけどね、これももうちょっとこう下の画角に行きたいなと思いながらもね、なかなかこう苦労してる様子でございます。であとねこれ明るさ補正をねこっちでちょっといじってるので、本当はもうちょっとね暗い映像になってるんですが、こちらもカメラ側で調整できるのかな。ちょっとね私もね案外こうよく分かってないんでね、はい、今回ねこんな感じとなってますが、本当にねこう、もうブログカメラとしてはねもう全然問題ないんちゃうかな。パナソニックのね GH5 を主にねメインで使ってましたけども、難点があるとすれば、やっぱ手ぶれになるのかな。手ぶれって言ってもね手ぶれ補正しっかりついてるんだけど、
ただこのオズモポケット見ていただいたら分かると思うんですけどね、本当にこの手ぶれしない、ね、でなおかつコンパクトであって、でこの画質ですよ、うん、もしかしたらね、このあの重たい GH5 をもう持ち歩く必要がねもうなくなってしまうんじゃないかというぐらいね、高性能なカメラでございました。お伝えさせていただきましたが、またこのルアドの様子はね GH5 メインでね撮影してる分がありますので、そちらまたね別途次回の動画ということでね配信させていただこうと思います。はい、ということで今回はオズモポケット3で試し撮影していただいた動画となります。ありがとうございました。やすさんでした。